それでは30分 Excel 講座の2回目をスタートします前回名前をつけて保存したこの売上表という Excel ファイルこちらを開いてくださいどうやって開くかというとマウスの左側のクリックボタンを2回カチカチっと連続して押してくださいもしくは一度この売上表の Excel ファイルをクリックして選択してですね次にキーボードのエンターキーを押してくださいそうするとこのように開くことができます で今回はこの「原価」の金額を埋めていきますでこの「原価」は30万円ずつ増えていく値を入れていきます、はい、ではその場合どうすればいいかというとまず4月の原価のセルに30万という数字を入力をしさらに5月の原価のセルにもう30万足した60万と入力をします はい。そして30万と60万の2つのセルを選択をし、前回解説したオートフィルで一気に9月の原価を埋めていく。はい。これをやっていきましょう。はい。ではまず、この4月の原価である B5 のセルをクリックして選択してください。そして、半角で30万と入力をしてください。そしてエンターキーで確定です。そして、隣の5月の原価である C5 のセルをクリックして選択してください。そしてここに60万と入力をしてください。そしてエンターキーで確定です。はい。では次に、この30万と60万の2つのセルを選択をして、そしてオートフィールで9月の原価まで埋めていきましょう。ではまず30万のセルをクリックして選択します。そして30万のセルの真ん中にマウスのカーソルを持っていき、クリックしながら真右に引っ張って、 でそして60万のセルのところでマウスを離してくださいそうすると30万と60万のセル2つ選択できます、はい、でオートフィルで埋めてしまう前にこの30万と60万に桁を入れましょうホームタブのここ桁区切りスタイルとヒントが出てくるボタンをカチッとクリックしてくださいそうすると桁が入ります、はい、そして60万のセルの右下が黒いポーチになってますね ここにマウスを合わせます。そうすると、黒い十字に変わりますので、変わったらクリックしながら真右に引っ張る。で9月の原価である G5 のセルまで引っ張ったらマウスを離す。はい。そして次に、今度は、粗利益を求めましょう。では、4月の粗利益である B6 のセルを選択します。でこの粗利益は、売上引く原価という計算式を入れます。 エクセルでは計算式を入れるときは必ず半角のイコールマークからスタートするというルールがありますですのでまず半角にしてください全角ではダメですここで半角にしてください、はい、そして半角のイコールマークを入れますイコールマークはどうすれば打てるかというとキーボードの左下にあるシフトキーを押しながらひらがなのほのキーを押しますそうするとこのように半角のイコールが入りますはい そして、まずは、この4月の売り上げである B4 のセルをクリックして選択します。そうすると、B4 というセルバンチが入りますね。続けて、引き算マークを入れます。引き算マークは、ひらがなの「ほ」と書いてあるキーを1回だけ押します。そうすると、引き算マークが入ります。これ必ず半角にしてください。全角だとダメです。はい。そして次に、この4月の原価である B5 のセルをクリックして選択します。 そうすると B 五と入りますのでそしてエンターキーで数式を確定してくださいそうすると100万引く30万イコール70万という計算結果が返りますはいそしてあとはこの5月6月7月の粗利益はこの70万のセルをオートフィルをしてしまうと完成できますでは70万のセルを選択をしそして70万のセルの右下のポチに マウスを合わせ黒い十字になったらクリックしながら真横真右に引っ張って9月のあらり駅である G6 のセルまで引っ張ったらマウスを離してください、はい、そうするとこのように例えば5月のあらり駅は5月の売り上げの200万引く5月の原価の60万イコール140万という値が返りましたで6月も7月もちゃんとその月の売り上げ引く原価 の値が利益に変えるんですね、はい、でなぜこのようになるのかというその理由をこれから説明しますではまずこの7月の粗利益280万のセルを選択をしそしてキーボードの最上段にある F2 キーを押してくださいそうするとこのようにセルの中を編集することができるんですねそして計算式を見ていただきたいんですが 7月の売上げ引く7月の原価になってますよねそうなんですこの自動的に埋めてくれるオートフィル機能は値を返すこの粗利益のセルを右に引っ張ったら粗利益の計算式で参照している売上げと原価のセルまで同じ数だけ右にずれてくれるんですねだから改めて7月の売上げ引く7月の原価なんて計算式を求め直さなくてもよいんですね これがオートフィルの良いところです、はい、ではこのセルの中を編集できる状態から逃げましょうでどうすれば良いかというとキーボードの左上にある ESC と書いてあるキーこれエスケープキーと読むんですがこのエスケープキーを1回ポンと押してくださいそうするとセルの中を編集している状態から逃げて元に戻ることができました、はい、でエスケープとは 日本語ででで逃げるって意味なんですす。ね。そうです何かの状態を回避したい逃げたい時にこのエスケープキーをよく使うので覚えておいてくださいはいえ、では続けて粗利益率を求めていきましょうこの粗利益率の計算式は粗利益ー割る売上げですではまず値を返したいこの4月の粗利益率である B7 のセルを選択をしてくださいそして、 計算式は必ず半角のイコールマークからスタートします。半角のイコールマークを入れます。シフトキーを押しながら、ひらがなのほのキーをポン。はい。そして、4月のあらり駅である、この B6 のセルを選択しますそして、今度は割り算マークを入れます。割り算マークは、斜め線のスラッシュを入れます。でスラッシュは、ひらがなの目のキーをポンと押します。一回ひらがなの目のキーをポンと押す。そして、 今度は分母。4月の売り上げであるこの B4 のセルをクリックして選択。そして Enter キーを押してください。そうすると0.7という数字が変えるはずです。でもしここが0.7ではなく1になってしまっている方はこうしてください。ホームボタンの中にあるこの小数点以下の表示桁数を増やす。こちらをポチッと押してください。で、その逆が この小数点以下の表示桁数を減らすなんですが、これ、小数点以下の表示桁数が減ってしまって、整数しか表示されないようになっていると1になってしまいます。ですから、その時は、この小数点以下の表示桁数を増やすのボタンをクリックして0.7にしてください。はい。で、ただ0.7だと分かりづらいですよね。やっぱり率というのはパーセントで見たいです。ですから、これをパーセント表示に変えましょう。どうすればいいかというと、同じくホームタブの中の このパーセントスタイル、こちらをクリックしてください。はい、そうすると70%に変わります。そうなんです。このセルの中の何か文字を装飾をしたい場合は、このホームタブの中のボタンから行うことができるんですね。そういうルールになっています。はい、そして、あとはオートフィルで5月から9月までの粗利益率を埋めてしまいましょう。では、この70%と書いたセルの右下にマウスを合わせて、黒い十字に変わったら、 このようにオートフィルをして埋めてしまってください。で試しに9月の粗利益率がどのような計算式で求められているかを確認しましょう。では9月の粗利益率のセルである G7 のセルをクリックして選択します。そしてセルの中を編集する F2 キーをポン。そうするとちゃんと9月の粗利益割る ÷9 月の売上という計算式が入っていることを確認できました。はい。 では、このまま他のセルをクリックしてしまうと、この計算式が変わってしまいますので、何も押さずに、このセルの中を編集している状態から逃げましょう。ですから、キーボードの左上にある ESC、エスケープキーをポンと押してください。そうすると、セルの中を編集できる状態から逃げて元に戻ることができました。これで、この表の中のデータを埋めることができました。では、今度は、この表を装飾していきましょう。まず、このセルとセル、 に枠枠線線が入入ってないいのでで見づらいです枠線を入れましょうどうすればいいかというとまずこの A3 のセルをクリックして選択します、はい、そしてクリックしながらそのまま右下にマウスを引っ張って G7 のセルまで引っ張りますそうするとこの中のデータ全部を選択できますそしてマウスを離しますこのように範囲選択をしてそして装飾をします、はい、でセルの装飾をする場合はホームタブの下のボタンから行えると言いました ホームタブの下のここ、K 線と書いてあるボタンがあるんですね、この K 線と書いてあるボタンの右の下矢印をクリックし、そして格子をクリックしてください。そうすると、このように格子状の K 線を引くことができます。K 線というのはこれ枠線と同じ意味です。はいはい、えでは今度は、この売上から粗利益率の文字をもう少し目立たせましょう。太字にします。 どうすればいいかというと、まず太字にしたいセル範囲を選択します。A4 のセルをクリックして選択し、そしてクリックしたまま下に引っ張る。そして A7 のセルまで引っ張ったらマウスを離す。そしてセルの中の文字を装飾するには、このホームタブの下のボタンから行いますが、ここです。B と書いてある。ここ。これ太字にできるものなんですね。こちらをクリックします。そうするとこのように太字にできます。はい、続けて、この4月から9月。 の3行目、これをもう少し目立たせたいですねではここを装飾しましょうでは A3 のセルをクリックして選択しクリックしながら右に引っ張って9月のセルまで選択してください。はいそして装飾します装飾はホームタブの中ですここ塗りつぶしの色というボタンがありここの右の下矢印をクリックして標準の色の中の青とヒントが出てくる ボタンをクリック。リッそうすると、青にセルを塗りつぶせます。そうすると、黒い字だと目立たせられないので、字を白にします。装飾するにはホームタブの中ですね。ここの、フォントの色というボタンの右の下矢印を押し、そして、ここ、白、背景1とヒントが出てくるこのボタンを押します。そうすると、白字にできます。さらに太字にしましょう。この B と書いてあるボタンを押し、太字にし、そしそて この4月から9月の文字をセルの中心に表示されるようにしましょう。同じく装飾のメニューですから、ホームタブの中の、ここ、中央揃えというボタンがあります。こちらをクリックしてください。はい。そうすると、このように中心に揃えることができました。はい。えでは、今回の操作はこれで終了ですので、ここで今まで操作してきたことが失われないように、上書き保存をしましょう。 上書き保存はこの左上のファイルそして上書き保存をクリックするとできるんですけれども上書き保存はもう1分に1回ぐらい行っても良いぐらいな操作なんですねですからショートカットを使いましょうキーボード操作を行いますキーボードの左下の CTRL と書かれてあるコントロールキーを押しながら S のキーを1回ポンと押しますそうすると上書き保存できるんですね S はセーブ つまり、保存するという意味のセーブの略なんですね、CtrlS で上書き保存、ぜひ覚えておいてください、はい、で上書き保存できたらですね、右上の×ボタンを押して閉じてしまってください、はい、以上で2回目は終了です余力がある方はこのまま3回目に進んでくださいお願いします